阿蘇市で死者・行方不明者22人を出した平成24年7月の九州北部豪雨災害から丸5年となった平成29年7月12日、犠牲者の冥福を祈って追悼行事が行われました。追悼行事は午前10時から市役所庁舎に半旗を掲げた駐車場で、佐藤市長はじめ遺族や市民、市議会関係者ら70人が参列して行われ、市内一斉に鳴らされたサイレンに合わせて全員で黙祷を行い、九州北部豪雨災害で亡くなった犠牲者の冥福を祈りました。挨拶の中で佐藤義興阿蘇市長は、水害の犠牲となられた方々に改めて哀悼の意を表します。今を生きる私たちの使命は、年々激しくなる自然災害に対して生命・財産を守ることですと追悼の言葉を述べました。5年前の平成24年7月12日、阿蘇市では未明から大雨となり、午前6時前までの1時間に108ミリの大雨に見舞われました。この豪雨によって外輪山の至る所で崖崩れが発生、阿蘇市内では死者と行方不明者合わせて22人が犠牲となり、尊い命が奪われました。父親の白石嗣男さんを亡くした白石勲さんは、5年前のことを思い出しながら次のように話しました。あっという間の5年ですね。そうですね、今の時期、梅雨時期になると、ちょっと大雨が降ったらですね、まあ心配で、まあ雨が激しい時はすぐ避難しますけどですね、親父も早く避難しとればですね、命だけは助かったと思いますけどですね、ただそれが残念です。